まずはチャンピオンです。見事な倒しっぷりでテリブル、恐怖の意味を持ちます、エリック・モラレスです。ホームタウンはメキシコ・ティファナ、年齢は22歳です。アマチュア時代には110勝8敗のレコードを持ち、93年16歳でプロデビュー、95年エンリケ・フピテルに6回 TKO 勝ちし、メキシコスーパーバンタム級タイトルを取り、その3ヶ月後にはファントーレスに判定勝ちし、北米スーパーバンタム級タイトルも取りました。そして昨年9月に日本でもおなじみのダニエル・サラゴサを11回 KO で破り、 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得、サラゴサに引導を渡しました。メキシコの新時代を築くことが期待されています。今回が4度目の防衛戦です。戦績は30戦全勝、30勝のうち24の KO 勝ちがあります。挑戦者も強打を放ち、ポイズン、猛毒の意味を持ちます、ジュニア・ジョーンズです。ホームタウンはアメリカ・ニューヨークのブルックリン、年齢は27歳です。89年プロデビュー、91年に全米バンタム級タイトルを取り、93年には米大陸バンタム級タイトルを取っています。そして93年にエリエセール・フリオに判定勝ちし、 WBA 世界バンタム級タイトルを獲得、一度防衛後94年ジョン・マイケル・ジョンソンに11回 TKO 負け、タイトルを失いました。しかし96年にはマルコ・アントニオ・バレラに5回失格勝ちで WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得、見事に復活しました。バレラとの再戦も判定勝ち、しかし昨年ケネディ・マッキニーにまさかの4回 TKO 負け、このタイトルを失っています。今回王座を失って以来9ヶ月ぶり、敵地メキシコに乗り込んでのリングとなります。戦績は47戦44勝3敗、44勝のうち26の KO 勝ちがあります。はい、スーパーバンタム級注目の一戦です。はい、ということでどういうふうになりますかね、まあ、敵地といいましてもボーダーラインの、ね、はい、町ですから、うん、ちょっとこっちのアメリカに本拠地を置いて、その計量とか会見のたびに向こうに行って、で嫌味を言って帰ってきた、ですからメキシコの皆さん怒ってるわけですけど、どうなりますでしょうか。はい、はい、ご覧いただきましょう。これも先ほどと同じです。9月12日メキシコティファナ市営闘牛場で行われました一戦です。どうぞ。HBO and Cerveza Corona present the HBO Boxing After Dark main event of the evening. Super Bantamweights 12 rounds for the WBC Super Bantamweight Championship of the World. This championship bout has been sanctioned by La Comisión de Box y Lucha Libre de Tijuana, Ramón Espinosa, Chairman, and the World Boxing Council.Supervising at ringside, the President Jose Sulaiman and the Vice President from Puerto Rico, Hector Garcia. Judging at ringside, los jueces from Thailand, Anik Hong Tong Kam. From England, John Keane. From Japan, Ken Morita. Our referee in charge.From England, Larry O'Connell. And now, for pride and country, por orgullo y patria, in the blue corner, the challenger, wearing blue trunks with black trim, his record, 44 wins, 3 losses, 26 wins by knockout. En la esquina azul, el retador, con 44 victorias,Tres perdidas, 26 de sus victorias por nocaut. His weight, uneven, 122 pounds, pesando 122 libras. Former two-time champion of the world from Brooklyn, New York, Junior Poison Jones. 3度目の王座につくことができるか、ジュニア・ジョーンズ。In the red corner, wearing white trunks with black trim.Undefeated in 30 professional bouts with 24 of his wins by knockout. En la esquina roja, invicto en 30 peleas profesionales con 24 de sus victorias por knockout. He weighed in at 121 and 3 quarter pounds, pesando 121 y 3 cuartas libras from Tijuana, Baja California, Mexico.The WBC Super Bantamweight Champion of the World, Eric
テリレ・モラレス。4度目の防衛戦です。若きチャンピオン22歳エリック・モラレス。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、メキシコ・ティファナで行われます。レフェリーはラリー・オコーネルさんです。さて浜さん、はい、どこに注目されますか。まあ、モラレスもジョーンズストレートが長いの打ってますからね、長い距離での打ち合いが見ものですね。そうですか。さあ両者が今グローブを合わせました。ジョーンズが勝ちますと過去2度王座についたことがあります。3度目の王座ということになります。チャンピオン勝ちますと4度目の防衛ということになります。1万500人を数えます。市営闘牛場で行われます。バトルアットザボーダー、国境線の戦いです。エリック・モラレス対ジュニア・ジョーンズ。さあお客さんの興奮はもう最高潮に達しようとしています。まもなくゴングです。まあ、これは好カードですね。そうですね。まあ、ジュニア・ジョーンズはですね、マルコ・アントニオ・バレラにですね2勝してですね、やはりその実力評価っていうのは上がってますね。試合が始まっています。白のトランクスがエリック・モラレス、青のトランクスがジュニア・ジョーンズです。特にジュニア・ジョーンズ、これが3度目返り咲きになるかという試合なんですが、逆に言えばボクサー生命をかけた大事な一戦でもあります。一時は過去の人と言われた時期がありましたが、それを跳ね飛ばして2度目の王座返り咲きになりました。2度目にタイトルを2度目の王座につくことができました。しかしまたそのタイトルは手放しています。左を出します。ボディブローから打っていきます。この辺は見切っています。エリック・モラレス左を打っていきます。エリック・モラレス、メキシカン、当然ここでのお客さんはほとんどモラレスの応援になります。右のカウンター、右のカウンター入りましたね。ジュニア・ジョーンズです。青のトランクス、ジュニア・ジョーンズの右のパンチ、ロープ伝い、チャンピオンのモラレスがロープを背にします。左を出していきます。ダッキング、ジョーンズ、急上昇、非常に人気のあるこのエリック・モラレス。一方ポイズンというニックネームを持ちますジュニア・ジョーンズ、左を合わせます。今ジャッジの森田健さんの顔見えましたね、はい、3人のジャッジのうちの1人に入っています。右のクロス浅く届いています。前回モラレスは、過去3度の防衛戦のうち2度この街で戦っています。その時はオーディトリアルムニシパル、まあ、市民ホール的なところでやっていたんですが、キャパシティは6000でした。今回はその倍を数えます。よく入りました。1万人を超えるお客さんです。今のパンチもブロックしてますね。ボディブロー、残り1分を切っています。左をついていきます。ジョーンズ、ジョーンズの右のストレート、ボディブローはエルボーでガードしています。ブロックしました。右のパン、両者とも落ち着いています。左を出します。顎をカバーします。ジュニア・ジョーンズ、バレラに2度勝っています。ジュニア・ジョーンズ、アッパーちょっと良かったですよ、はい、挑戦者のジョーンズやっぱり調子いいですよね、はい、右を押します。これも当たってないですね、はい、残りわずかです。第1ラウンド、ケネディ・マッキニーに敗れて以来の試合になります。ジュニア・ジョーンズ敗れたのは昨年の12月。ゴングです。第1ラウンド終了しました。私は1ラウンド目ジュニア・ジョーンズのポイントにしますね。挑戦者、その右のカウンタークリヒットしましたね。そしてアッパーもヒットしましたね、はい、手数はそのエリック・モラレスの方が多かったんですけど、全部空振りされてますね、いますね。浜さん、第1ラウンドどのようにご覧になりましたか。私もジュニア・ジョーンズのラウンドです。そうですか、はい、ジョーンズの方が予想以上に調子いいなという感じしますね、うん、逆にモラレスの方はどう見えましたか。まあ、モラレスはどっちかというとゆっくりしたスタートしますからね、はい、そういった面ではまあ普段通りのスタートでいいと思いますね。そしてジョーンズの方がより攻撃をしてきたというのが1ラウンドじゃないですかね。そうですか。さあ第2ラウンドです。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、バトルアットザボーダ
挑戦者のジュニア・ジョーンズはアメリカのサンディエゴに宿泊しまして移動を重ねました。計量会見で、まあ、発言としましてもティファナは危険で水も飲めないと、食い物はタコスばっかりじゃないかとこういうことを言いまして非常に反発を買っております。なぜそんなメキシコの非難ばっかりしたのか高柳さん推測つきますか。これはですね、はい、大観衆に飲まれない一つのですね自分の心理作戦でもあるんですよ。でメキシコの反発招くのは当たり前ですよね、そしたらその戦う本人はですね心の中でなにくそメキシコファンっていうのが出てくるんですよ、はい、なるほど。自分の中をあえてこう燃え上がらせると鼓舞するわけですね、はいはい。まあ、そういった憎まれ口を叩いてきましたジュニア・ジョーンズであります。その成果非常にいい立ち上がりを見せているジュニア・ジョーンズ。浜田さんいいパンチありましたね、はい、今いいパンチですね。右ストレート調子いいですね。リードクロス身をさらにフォローしていきます。やりです。モラレスも出てきました。ゆっくりと立ち上がるモラレス。2ラウンド目エンジンがかかってきたようであります。お互いにパンチを入れ込んでいきます。パンチをかわしていきます。おとおとおとかなり興奮しています。ラリオコーネルちょっと被害に遭っていますが笑顔でこれはサライト流していきます。ちょうど半分です。第2ラウンド長いリーチを伸ばしまして入っていきます。ジュニア・ジョーンズ左フックミドラッパ。ジュニア・ジョーンズまた中に入りました。非常に広い肩幅ジュニア・ジョーンズ。左から右さらに左右あと一押し当たってません。怖いコンビネーションですね、右アッパーから右のそのクロス気味のパンチですね、はい、その先には顎がありましたけれどもわずかに外れています。アマさんポイズンジュニア・ジョーンズがいい立ち上がりを見せれば、モラレスもここに来まして2ラウンド完全にエンジンかかったようですね。まあジョーンズが調子いいからこの辺で止めとこうという考えでしょう。なるほど。2ラウンド目かなり激しいラウンドになっています。やっぱりジョーンズパンチありますからね。そうですね。おっと当たります当たります。左フック。今の怖いパンチですね。モラレスちょっと当たりやすかったんですけど、右のストレート、いや今のは顔で避けてますね、はい、によく伸びる右のストレート。ジュニア・ジョーンズ、まあ、長い距離からの打ち合いはやっぱり両方ともパンチありますからね、はい。決定打にはなっていません。お互いにかわしてますが、おっどうした、滑りました。姿勢を低くしましてこれを避けています。第2ラウンド残りわずかです。非常に両者ともいいパンチがかわされています。お互いに飛び下で見切れろと右から左を出していったところ突っ込んでいきます。これもかわしました。激しいパンチのやり取り。ジュニア・ジョーンズのパンチもよく伸びます。これコンビです。第2ラウンド終了しました。激しいラウンド、浜さんこのラウンドちょっと先に伺いましょう。私はですねこのラウンドジョーンズのラウンドです。ジュニア・ジョーンズ、はい、挑戦者のラウンドにつけました。どの辺をポイントに考慮したわけですか。打ち返されたところはありますけどね、はい、前半いいパンチ、それで後半また構成取ったと、はい、いうところで私はジュニア・ジョーンズです。なるほど。そして小泉さんはどう見ました。私もやはり最初にジュニア・ジョーンズ当たったパンチの効果を取りました。実体級ジョーンズですね。挑戦者のジョーンズがポイント的には若干リードしております。第3ラウンドまだしかし試合は始まったばかり。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ。ただモラレスも体が温まってきましたね。はい、モテゴロー飛び合わせます。モラレス、モラレスのタイミングも合ってきましたよ。これをしかしました、いなしました。モラレスの右のパンチのタイミングが、さっきのラウンドから当たってきましたね。始めましたね。まだはい、パンチは当たってないんですけどタイミング合ってきましたよ、はい、さあこれを受けてジョーンズはどう出てきますか。左を伸ばしていきます。左距離を取ります。右のストレート、おっと右のストレート、こちらもよく伸びる。モラレスタイミング合ってきましたよ。合ってきましたね。見出します。これを見切ります。かわしました。ガードを左上げています。モラレス、おっと右のクロス、左から右、スピードもあります。モラレスワンツーからもう一回右ですね、右のダブルにしましたね。1分経過しました。第3ラウンド、ボディはその表情だけ、右を合わせようとしたんですが弾かれます。ジュニア・ジョーンズ頭から入ってきます。モラレス、モラレス明らかにですねジュニア・ジョーンズの左肩が下がるのをですね狙ってますね。ーはーはー、ジャブでなしにもうワンツーで攻めてますね。右ストレートをたくさん持っていこうって戦ってますね。右
浜田さん、はい、ケネディ・マッキニーの不覚の4ラウンド TKO 負け食らった時も左のガード下がったところ狙われたんですよね。そういうところあるんですね。それと結構あの顎の引きが甘いところあるんですね。なるほど。だから打たれると聞きますよね。ケネディ・マッキニーに逆転負けを食らいましたジュニア・ジョーンズ。これが再戦でもあります。そしてタイトルマッチでもあります。いやガードが下がるのはアメリカの選手たちは左手下げて戦うからいいんですけど、はい、ジョーンズの場合はですね肩自身が下がるんですよ。だからハイブロックです。ハイブロック連打します。それなるほど、肩自体が下がってしまう。ただ手を下げている選手でも肩でですね、ショルダーブロックする選手いますよね。それさえもなくなってしまうわけですね。そうですね。その辺のジュニア・ジョーンズの左の肩ちょっと注目していただきましょう。お右打ち押し、左を返します。当たっていません。左のフックはジュニア・ジョーンズ。40秒切りました。今の右も軽いですけど当たりましたね、はい、モラレス。右がもう完全にタイミングを覚えたようです。エリック・モラレス、チャンピオン。シロン・トランクス、ジュニア・ジョーンズ、伸びるパンチ、ガード上げています。15秒切りました。あ、今も鋭いですね。バッティング、しかし左を振り上げてきました、モラレス。今のコンビネーションもシャープですね。ゴングです。第3ラウンドを終えました。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンモラレスにとって5度目の防衛戦ですが、このラウンドはじゃあ小泉さんから伺いましょう。そうですね、私はこのラウンドはモラレスにつけたいと思いますね。チャンピオン、このパンチなんかもう少し深く入ってるとですね、はい、もっと効いてたと思いますね。でまだ完璧なクリーンヒットはしてないんですけど、タイミングが本当に合い始めてきましたね。パワさんどうでした。私もチャンピオンモラレスのラウンドです。しかし浜田さん、言えることは両者とも調子が良さそうだ、いいというのは言えますね。これね、両方ともパンチが切れてますね、だから両方とも当たればダウンするというパンチを持ってますね。なるほど。まずこのラウンド最初に左を出していったチャンピオンエリック・モラレス。ジュニア・ジョーンズは再起戦、まあ、軽い相手を選ばずにいきなりこのタイトルマッチやってまいりました。WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンがエリック・モラレス、怖いチャンピオンです。かつてバンタムのタイトルを持っていたことがありました。そしてスーパーバンタムのタイトルを持っていたことがありました。ジュニア・ジョーンズ、カイザクラ3度目の王座ということになります。右のストレートがやり押し込んでいます。ボディブロー、飛びました。あそこでアッパーですね、アッパー打つと当たるんですけれどね。ジョーンズ、おっと危ない。今度はプレッシャーをかけます。チャンピオンです、モラレス。大振りをかわしました。1分切ります。1分が経過しました。第4ラウンド、おっと時計を止めました。注意を与えて続行します。足を踏み鳴らします。これに続きました。今のそのジョーンズのウィービングなんかですね、ダッキング、あれなんかもう昔のバンタム級時代のジョーンズにはなかったものなんですね。やはり頭の位置を変えるっていうのを丁寧にやってますよね。キャリアを積み重ねまして進化していきますジュニア・ジョーンズ。しかしそれと同時に年齢も重ねているわけです。もう現在27歳になっています。一方のモラレスは22歳になったばかりです。ウルスレートをかぶせていきます。もともとメキシコの選手は速いんですよ、はい、そうですね、はい、早熟です。ガードしっかりとボディを守りましたモラレス。おっと、左行くか、左お互いにものすごい左を持っていきました。相打ちになっています。エリック・モラレス、地元メキシコでも高い、おーっと、効いたか効いたか、右が当たりましたね。動きが止まりました。ジョーンズ追いついた。右オーバーハンドダウンです。ジュニア・ジョーンズ動きが止まりました。そこに集中だ。どうでしょう、30秒ぐらいあります。
続行か、続行します。さあチャンピオンモラレス、ブレーキをかけます。あれフェイントかけてるんですよ。左左アッパー引き上げます。右アッパー押し込んできます。レフリーが離しました。ああ、ふわついてるんです。ああ、左組み、この回ワンツー決まりそうな雰囲気もありますけど、時間ないですかね。左目カットしました。右オーバーして左を返します。さあ右のストレート、ああストップです。試合終了、ものすごい歓声です。ちょっと後ろ側になりましたけど、ジョーンズの体が反ったんですよね。あそこ次のパンチに来ると危ないっていうんで、レフリーが入ったんですよね。エリック・モラレスパンチを固めました。第4ラウンド試合終了です。地元メキシコはティファナでこの国境戦の戦いを制しました。アメリカから国境を越えてやってまいりましたジュニア・ジョーンズ、三度体感ならず。今の一発目効いたんですね、右。はい、あのスタイルだとジョーンズが右アッパー打とうとしたところを打ち下ろしですね、これですね。ちょうど最初の時は、まあ、レフリーに関してそうですね、何が当たったか、右のトリプル持っていってますね。浜さん、しかしパンチよくあるだけ連打できるもんですね。あの長いパンチ、短いパンチ、とにかくチャンスとなれば何でも出しますね。パンチこそ返せませんでしたが、ジュニア・ジョーンズよくこうパンチをかわそうとしたんですけれども、まあ、聞いてましたからね、聞いてましたから、やっぱり体の反応が鈍くなるのはしょうがないですね。それとそれ以上にモラレスの連打が早くなってきましたけどね。もともとこのタイトルは先輩サラゴサにから奪ったタイトルであります。モラレス先輩サラゴサに引導を渡したわけでありますが、今回はジョーンズに引導を渡したのか。テクニカルノックアウト in 2 minutes 55 seconds of the fourth round and still the WBC super bantamweight champion of the world the Gran Nazón Eric Terrible Morales. それでは試合結果を確認してみましょう。ノックアウト必至とみられていたこの一戦は、恐怖のパンチを持つ王者モラレスが猛毒パンチャージョーンズを4ラウンドに粉砕、独立記念日を祝うメキシコの主役の座を勝ち取りました。